こんにちは。今日はスルーレートについてお話しします。スルーレートというと一般的にはオペアンプですね、553にが代表だと思うんですけど、4558とかこういったオペアンプは、必ずスルーレートっていう特性表示がありますね。で、私の記憶では1ミリセックあたり何ボルトの、電圧を、出力できるか、立ち上がりスピードですね。それが一応速ければ速いほど高性能なオペアンプっていうことになってるんですが、実際は、オーディオ用として開発された5532だと、ほどほどっていうかね、数メガヘルツの立ち上がりスピードで、十分っていうような考えでやられてますね。あと、5532はディスクリート回路と同じような考えで、作られてるんで、集積回路といっても実際は、IC の中身ですね、それは、小さな、トランジスタの素子が並んでるような感じになると思います。で、もっと高性能なオペアンプが多数最近は出てきてると思うんですけども、実際多分スルーレートは5532よりも速いっていうかね、高性能だとは思いますが、実際は、音楽信号を通してみるとスルーレートの特性にかかわらず、5532の方が優秀だったりしますね。一般的にミキシングスタジオミキサーの卓と言われるものが、ほとんど5532が使われてるんですね。 JRC の多分選別品だと思うんですけど、ローノイズ保証付きっていうかね、そういったのが使われてると思うんですが、そのあたりで差が出るのかなと思います。あと実際CD プレイヤーのね、出力、最後の出力段ですね、アウトプットに他の、メーカーの方ではこれがいいと思ってるんでしょうけども、コスト的な制限とかそういうのがあって5532を取り付けることができなかった CD プレイヤーに IC ソケットをつけて、5532に干渉するなんていうのも、一部のマニアの方には流行ってるみたいです。でも実際ソケットをつけてしまうとどうなのかなって感じはあるんですけども、永久的にその高音質で楽しみたければ、ソケットで、オペアンプを入れ替えながら楽しんだ後は、これだっていうのに決めたらば、直付けのハンダ付けがいいと思いますね。ソケットをつけることによってやっぱり音質劣化っていうかね、今言ってるその高性能なスルーレートが、台無しになる場合がありますので、接触不良だったり接線不良っていうかですね、そういったことが発生しますので、あと IC ソケットに、たくさん抜き差しした、IC の足がね曲がったり、メッキが剥がれたり、手の汗で錆びたりってこともありますので、この辺はやっぱり最終的には直付けのハンダ付けがいいと思います。それとあと高スルーレートのオペアンプをせっかく使っても、なんていうんですか、出力段にですね、高抵抗、バッファーをつけても最終的な出力回路ですね、そこに
5キロオームとか10キロオームの保護抵抗が出力側についてしまうっていう難点がありますね。だからスルーレートだけ追いかけても結局は